ルイス・テワニマはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1912年に開催されたストックホルムオリンピックの1万メートル走で銀メダルを獲得した。ルイス・テワニマはホッピ族の居留地で1888年に誕生した。彼のテワニマという名はアメリカ先住民の言葉でメジャーズ・オブ・ザ・サンを意味するという。テワニマは後に 幼年期の彼が友人たちと共に50マイルの道のりを列車見物のためにしばしばウィンスローまで走っていき、見物が終わった後はまた走って家まで戻ってきたことを回想している。彼はそれは夏のことで1日は長かったと述べている。1906年にアメリカ合衆国の軍隊は居留地にいたホッピ族を紛争の末に交流し、 合衆国政府の命令で彼らの子供たちをインディアン寄宿学校に送り込んだ。テワニマは最初ニューメキシコ州に移動させられた後、1907年にペンシルベニア州カーライルにあるカーライルインディアン工業学校に入学した。カーライルインディアン工業学校でテワニマは陸上選手として頭角を表し、 様々な長距離走の試合に優勝して1908年ロンドンオリンピックと1912年のストックホルムオリンピックの2回連続でアメリカ合衆国のオリンピック代表に選出された。ロンドンオリンピックではマラソンに出場して9位だった。ストックホルムオリンピックではマラソンとこの大会から新設された1万メートル走に出場した。 ストックホルムオリンピックの1万メートル走には13、各国から30人が出場して7月7日に予選、7月8日に決勝が行われた。手ニマは予選2組を32分31秒4の記録を出して2位で通過し、決勝ではフィンランド代表のハンニスコーレ毎年に続いて2番目にゴールして銀メダル獲得を成し遂げた。7月14日に行われたマラソンでは、 2時間52分に41秒、4で16位に入っている。ストックホルムオリンピックの終了後、手ワにマは、ホッピ族の居留地に戻り、羊の牧畜やメロン、トウモロコシ、豆などを栽培して、生計を立てた。1954年に、彼は、アメリカ合衆国の歴代オリンピック陸上競技の代表的選手として選ばれ、1957年には、 アリゾナ州のスポーツ殿堂入りを果たすなどの栄誉を受けた。だが、テワニマは1969年に悲劇的な最後を遂げた。日中に宗教行事に参加した後、夜間になって徒歩で帰宅する最中に道に迷い、70フィートの断崖から転落して死去したのである。テワニマの名は、ホッピ族の間で伝説的なものとなり、彼を記念する。 陸上競技のレースが、ホッピ族の居留地、セカンドメサで毎年開催されるようになった。このレースは、労働記念日の週末に、主に5トル競争と1 0トル競争を種目として開催され、居留地の最高地点であるメサをスタートして、一本道をメサのふもとへと下るコースを設定している。1 0トル競争のコースには、3マイルの川床を、 通り抜けて走る部分が含まれる。5トル競争と1 0トル競争の最終部分には、メサの頂上に設定されたゴール地点を目指して段差を登ることになっている。なお、テワニマと同じくアメリカが州国先住民出身の著名な陸上選手として知られるビリー・ミルズもこのレースに姿を見せている。AB テワニマの青年については、 1879年説も、ある。ネーム、手ワにはベビーネームズワールド2010年8月14日、閲覧。アスレチックスアットザ1908ロンドンサマーゲームズ、メンズマラソン2012年12月28日、閲覧。アスレチックスアットザ1912ストックホルムサマーゲームズ、メンズ1万ミターズフィナール2010年8月14日、閲覧。 ストックホルムオリンピックでは、カーライル・インディアン工業学校で、テワニマと同窓生だった、ジムソープが5種競技と10種競技で優勝している。アスレチックス・アット・ザ・1912ストックホルム・サマー・ゲームズ・メエンズ・マラソン2012年12月28日、閲覧。ルイス・テワニマ・フトレイスサイト2010年8月14日、閲覧。ありがとうございます。